はようございます、ティアライです。今日はね、追記の航空祭にやってきましょう。5時30分にね、公式駐車場がオープンするんでね、それを止めようと思うと6時半ぐらいになって、で今7時ぐらいっていうね、今から基地までだいたい徒歩50分かな60分かなって感じの場所なんですけどね、とりあえず歩いて基地の方に向かおうと思います。早速飛んでる飛んでる、いいねいいね、 F2 が2機だね。お、あれ追記の駅か、あれ困ってるのソニックなんちゃうん、あれ青いの。追記基地航空祭、そして BGM がイニシャル D。 おー、これファントムなんちゃうん、いいねいいね。おー、すげー戦車じゃんこれ。でも最新のキャタピラじゃないやつ、何やったっけ、10式何やったっけ、忘れたけど、こういうの5枚もさんに来たら早いんだけどな。おー、渡りよっと、いいねいいね。向こうはあれ T4 かな、あれ。さあ、そしてやってきました。おー、いいね、ステマの F2 機。ごめんもさん、おはようございます。おはようございます、お久しぶりです。今日はよろしくお願いします。相変わらずの私、あの動画しか撮らない子なんで、サムネイルの写真を提供してください。 OK、 あるんです。ちなみに今日の機材は Z8 に180-600でございます。おー、ついにお買い上げ。はい、やっちゃいましたね。散財散財、いいことです。 TRI さんは170-200ですね。2倍転向ですね。動画撮る分にはこれでいいかなと思うんですよ。写真撮る分には結構なんかアップの写真欲しいかなと思うんですけど、動画で撮る分にはあんまり寄りすぎると結構画角に収めきれないことも結構あったりするんでね、正直まあ400ミリマックスあれば、個人的に航空祭は会場の中おるなら十分かなって思ってます。はい、まあ、あとついでにそっちのね180-600だとね、 ND フィルターが95ミリ系でしたっけ、そんなでかいの私持ってないんですよ。こっちだったら77ミリ系なんでね、動画撮る分にはどうしてもやっぱ快晴の中でなるとやっぱ ND フィルター必須なんで、はい、正直まあレンズはこっちの方がええかなと。でついでにカメラもね、 Z9 だとねやっぱ 4K か 8K かってなってくるんですけどね、やっぱアウトプットが 4K のことを考えると 6K で手ブレ補正を編集で加えられる、やっぱ 6.3 って動画には結構ええなと思うんでね、写真撮れたらね私もこっちでいいなと思うんですけどね、動画に関してはもうこっちでええかなと。いう感じです。はい、そういう使い分けで今日は撮りたいと思います。というわけでこっちも Z8 で写真よろしくお願いします。はい、頑張ります。じゃあステマ F2 機やで。
おお、すごくすごい F2 がやってくるよ。
お前もさん、お疲れ様でした。お疲れ様です。いやなかなかね、F2 がめちゃめちゃこれでもかっていうのがいっぱい飛んで楽しかったですね。そうね、オープニングはやばかったね。あのなんかいっぱい並ぶ感じとかね、70とかもね、良かったしね、はい、やっぱりでもな、70周年記念のね、ステマの2機の起動飛行とかなかなか良かったですしね、うん、今日はサムネイルの撮影ありがとうございました。お腹いっぱいです。ちょっと最後に年後前もさんの写真をちょっとスライドショーで載せとこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。